いってや。ちくしゅう。マジマちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でもマジマちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。